ここでは2011年におけるサッカー、日本代表の試合結果などについて記載する。2010年から2011年から2012年、アルベルト・ザッケローニ監督の下、1月に開催された AFC アジアカップ2011で、大会史上最多となる4度目の優勝を果たし、これによりフ、FIFA フコンフェデレーションズカップ2013への出場権を得た。その後、 3月11日に起こった東日本大震災の影響により3月に予定されていた親善試合が中止となりまた1999年以来の招待であったコパアメリカ2011の参加も辞退することとなったこのように強化の日程が変更を余儀なくされる中始まった 2014FIFA ワールドカップアジア3次予選であったが順調に勝ち点を積み重ね 残り2試合を残した時点で2012年6月から始まる最終予選への進出を決めた。2012年11月 2014FIFA ワールドカップアジア最終予選メンバー2011年に招集された選手。勝利引き分け敗戦日本 V ヨルダンシリア V 日本、サウジアラビア V 日本日本 V カタール日本 V 韓国、オーストラリア V 日本日本 V モンテネグロ日本。 V ニュージーランド日本、VJ リーグチーム AS1 日本、V ペリュー日本、V チェココロンビア V 日本、ボリビア V 日本、アルゼンチン V 日本日本、V 韓国日本、V 北朝鮮ウズベキスタン V 日本日本、V ベトナム、日本 V タジキスタンタジキスタン V 日本、北朝鮮、V 日本。ありがとうございます。